アルピーヌ A110 はフランスの自動車メーカーであるルノーがアルピーヌブランドで販売しているライトウェイトスポーツカーである。初代 A110 の生産終了から40年となる2017年12月に開催されたジュネーブモーターショーで初めて公開された。アルピーヌブランドの市販車は1991年発表の A610 以来であり、26年ぶりの新型車となる。 初代 A110 が縦置きエンジンの RR レイアウトで2プラス2の4シーターレイアウトを採用していたのとは異なり、ほぼリア車軸の上に横置きエンジンが一致するミッドシップレイアウトとなり、完全な二シータースポーツカーとなった。ボディサイズは全長 4200mm、全幅 1800mm、五十 1250mm、ホイールベースは 2420mm。 フルアルミ製のプラットフォームとアンダーボディの採用により、車重線1 0 3 k g パワーウェイトレシオ 4.3kg、PS というパフォーマンスを実現している。エンジンは、メガネルノースポールと同型の 1798cc 直列4気筒 DOHC ターボ、M5P 型。最高出力 252PS、6000rpm。 最大トルク 32.6KGFM 2000RPM を発生する。トランスミッションはゲトラグ製の7速 DCT を搭載している。ありがとうございます。